油の豚、えー、皆さんも一度は体験したことがあるんじゃないでしょうかまあ、何かねこうちょっと油っぽいものスープ料理とか何かをこう作った時に多めに作っちゃったから冷蔵庫に入れとこう的な感じで、えーまあ、冷蔵庫に入れとくと。で冷蔵庫に入れて 使う時になってこう出したら白いこう膜というか油が固まったものが上に浮くんですよね。えー、それがね、大反乱を起こしました。たくもの学習のダイアリー <music> おはようございますこんにちは、こんばんは、たくまでございます。この番組は毎週土曜夜19時配信中、変旅通信のスピンオフ番組でメンバーのリアマと各週交代で配信するソロラジオになっております。配信サイトはアンカー、Google Podcast、Apple Podcast、Spotify で配信されていますので、お好みのサイトアプリでお楽しみください。たくまの各週のダイアリーは、どんなにくだらないこと、ふと思ってしまったことを喋る番組でございます。と。<laughs> えー、そうなんですよ。あの、まあ、よく料理やるんですよ、僕。あの、まあ、 今までのね通信とかいろんなもの聞いていただいたらまあまあまああいつは料理が好きなんだなみたいな感じで、えー、思っていただけるとは思うんですけど X とか見ていただいてもねたまに料理画像とかねあげた料理してこんなもん作ったよみたいなのあげたりもするんでえー、っとまあまあまあ僕が料理が好き料理をしているっていうことは、まあ、このラジオを何度も聞いていらっしゃる方は知っていただけてるのかなと思うんですが。 まあそのなんな中先日ですねえ先日まあ先日ですねえー、っと牛すじのカレーを作ろうと思いましてでも牛すじっていうのが和牛の牛すじなんですよ油がすごい乗ってるやつでしかもそれがさ1パック300円ぐらいでまあまあな量入ってるのよ何グラムかまでは忘れたけどさその和牛の牛すじをか、まあ、いや全部は全部、えー、なもう何パックか買ったんだけど かた、えー、やこう牛すじ煮込みみたいなお酒に合うような感じにしてお酒にもご飯にも合うような感じに、えー、作ってでかた、えー、や湯、まあ、がいて臭み取りとか全部終わらせて、えー、柔らかくした状態まで持ってって、えー、スープと一緒にその時湯がいた時のスープでだし的なのが出るからさ美味しいやつがだからそれをね冷蔵庫に入れといて別個で。 で、その冷蔵庫に入れたいたやつを、よし今日は牛筋カレー作ろうと思って仕込もうと思ってさ、朝の4時ぐらいですよ。<laughs> ふと目覚めてさ、うーん、カレー作ろうみたいな <laughs>。寝ぼけまなこでカレー作ろうっていう、その思い立ったが吉日だなと思って、ね、一回オナにして、 え <laughs> してない。そんなにしてないけど。朝起きて、ファンザ開いて、巨乳、新着って調べて、えー、うーん、いいのあるかな。カレー作ろうって思って、<laughs> えーっと、なんだっけ何の話してたんだっけ、えー、カレーを作ったんですよ。ね、前段階忘れてください。えー、っと、カレー作りまして、えー、作る、 時にね一旦こういろんな野菜をじゃがいも、人参、じ、え、ん、ー、エリンギ、あと生姜とかを細かくみじん切りに今回しちゃうみたいなゴロゴロカレーじゃなくてみじん切りで細かーい感じにしようと思ってばーっと細かくしてそれ炒めてでさあと大体炒まさったからじゃあ次は、えー、牛すじのねその美味しいスープが出たあの冷蔵庫に入ってるやつを入れようと思って。 っっっててやったらまあ真っ白になってるわけですよ油浮いてますから。で和牛だから結構油が多いんだよね。上質な油とでも言いましょうか。多いのでこうビシッと一面ね、真っ白になってるわけ。で、それを出そうと思ったら傾けても出なかったの。なんかこう、なんていうのえー、とおどんの、まあ、丼に入れてたんだけど、丼の縁までこう、ローで固めたみたいになっ,たるなってる状態だったのね。だから あ、やばいやばいやばい、これはちょっと傾けてもダメだと思って、えー、その時、俺の頭の中では、その下の状態がどうなってるかなんて、何にも考えてなかったわけ。で、ちょっと傾けつつ、えー、ゴムベラでしたっけ、スー、ストレイサーでしたっけ、えーまあ。あのケーキとかでさ、よく最後のクリームをギュッてやって、ペッてやる、あの、ギュッ、ペの、あのさ、ヘラみたいなやつあるじゃん。 あれ愛用してるんですけどあれを使ってねこう周りをコン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 ってクレームブリュレのごとくコン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 ってしながら外そうと思ったのでも斜めにしちゃってるわけでもう勘のいい皆さんならこのあとああなるなっての多分ちょっと脳裏によぎると思うんですけど料理しない方はそうなんだぐらいで聞いてると思うんですけどあれみたいな思ってる人もいると思うそうコンコンコンってやったらガバンって外れたのその上の。 上のそののそ脂身部分がカパンって外れた何が起こるかっていうと油ってこれから理科の時間理科の勉強の時間しますよ。えー、油って浮くんですよ。水と分離するんですよ。ね覚えましたねこれで今日ね皆さんの皆さんの学力が一つ上がったと思うんですけど浮くんですよ。ね。で分離してるわけなんですよ。そして分離してる上の部分その和牛の 油の部分が多いもんだからかなり熱いそうになってるの。えー、何が起こったかっていうともうそのまんまカポンって外れて水がザバーって、えー、とコンロの上がブシャー <laughs> 悲しかったー朝4時にキッチンペーパーをぐる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 ってってこう拭いている自分の姿を俯瞰で見えちゃってさ。<laughs> おいしいカレーを作りたい一心で、ね、おいしいカレーを作りたい一心で、えっ、ー、と、その、冷蔵庫から大事に出して、あれって言って、ね、であの生クリーム、キュッペってやる、あの、ヘラで、コンコンコンってやったが、ダメに斜めにしながらね、カバーンって急にザーバーンって流れて、肉もちょっと飛び散っちゃったりして、はぁ、あ。 <laughs> ああ、片付けめんどくさい。拭きながらさ、拭きながら、まあ、まあまあそのカレーは美味しくできたんですよ。X にも、ポスティ X にも、ポスティングをしました。<laughs> 小熊の、あの、孤独の子に、熊のグルメと書いて、小熊のグルメというハッシュタグで上げてやりましたよ。美味しくできたんで、えー。最終的に美味しくなったからいいですよ。 でねその時にちょっと感じたことがあってああ人間もこうだなってちょっと思って <laughs> 人間の感情ってこうだなっていうのをすっごいなんていうの体験したというかその精神という、えー、なんていうのその物体化してないものを めちゃめちゃ物体として感じたのねその瞬間にヘンタビ通信のお時間でございますそれでもあなたは我々を押しますか AC ジャパンはこの活動を応援しています最終着地なんかあんまり変わんないようです <laughs> ご承諾くださいヘンタビ <laughs> なんかさこう表面は硬くキチキチになってるんだけどそこを何か軽いね トントンその弱点となるもの、その膜のね、膜の弱点となるもの、ツンツンってやったら、ザバーって出たっていうのってさ、我慢してる人とか、すごい、急にうさんくさいラジオみたいになったけど。<laughs> <laughs> あのー、まあ何かをこう頑張って耐え忍んでる方とかもまあまあまあ少なからず、えーまあ、この世の中特に日本人っていうのはそういうのため込みやすいっていうように言われてるんじゃないですか、ねまあ、ため込みやすい、あのー、ところに僕もいるって言われてるんですけど、まあ、どうだか僕は分からないですけどあれ,が、まあ、あれから見てどうですか <laughs> そのなんだかタパタパに溜まってるものを上のコーティングで平気ですけどみたいなでも何かコンコンコンって一個壊れた瞬間に全てがブッツーよく聞くのってほらあの夫婦生活が長いみたいなねあれ大丈夫だと思ったけど実はずっとこう腹の底に溜めてたものがずっとふつ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 としてて何か一個の切っ切てザバーってなるみたいなね 急に怒ったたけどどうししのじじゃゃなないでしょ的なやつあるじゃん今までずーっと積み重ねがあって、あって、あって、ね。で、それが、こう、何かの一個の衝撃でザバーって流れ出すみたいなのを、聞くんじゃないですか、よく、うん。まあまあまあ、ドラマでもいいですし、何かの再現 V とかでもいいですし、そういうのってあるじゃないですか。ね。人間って、人間、ヒューマン。ね。えー、男と、 女の、えーねえー、愛し合うぐあ、ま、いから見、えー、ごもり、ね、成長し33年後暗座を開いているようなええー、<laughs> どこ行った今あれ今ここどこにあるのあ <laughs> あの上見ても案内の標識がどこにもないぞ <laughs> あれここは森 <laughs> 森に迷い込んでしまったなえー、っと あれなんだ,っけ <laughs> あのだから、えー、と拾い食いはするなって話ね <laughs> えとその溜め込んだものがザバッて出たのをなんかで、ね、拭きながらあ人間ってこういうことあるよなっていうのをその物体というか手,手で感じたというか体験したことによってなんかね、うんまあ、深いことは言えないよ。 こんな、だって何かのま、マグアイいいとか言ってるね。<laughs> ドア玉からファンザでオナニをみたいなことを言ってる男がそんな深いこと言えるわけないんだから、うっすら、うっすら氷が張った、そんな話で聞いてほしいんだけど。まあ、なんかね、すごい、おこういうのってあるよなって思いながら吹いていた。 朝4時5時でしたね。<laughs> 朝日が昇る、えー、冷たい空気が漂う北海道の朝4時5時に、えー、これもうの、さらっと言うと、今すごい、えー、リリカルに言ってるけど、言ってしまったら、えー、牛すじのスープをぶちまけた男の話なんだけど。 9割型フライパンに入っってくれてよかったんだけどね <laughs> それが不幸中の幸いだったんだけどこぼれた分もまあまあ,あって吹きながら冷たい朝の風に当たりながら日を浴びながら吹きながら人間ってこうだよな気をつけよって思いました。 今収録時間40分超えようとしてるんだよ変態だねあの金貸しならぬエロ貸し違うんだって <laughs> お前ら分かってねえな <laughs> マジでご唱和ださい変態リさあ、えー、そろそろお時間の方が迫ってまいりましたえー、ちょっと私事ではございますがお知らせ何ぞございましてええー、11月 4日土曜日に、えー、なんと私ですね踊ってみたというかそのライブイベントに、えー、出させていただくことになりまして、えー、10周年ボカロ縛りフェスティバルバージョン2013というイベントにですね、えー、お誘いいただきまして出ることになりまして11月,11月の4日土曜日。 えー、札幌はゼノンという、えー、とライブハウスで、えー、やらせていただき,出させていただきますと、えー。オープンが13時30分、スタートが14時となっておりまして、えー、内容としては、まあ、歌ってみただったり、踊ってみただったりが中心のライブになります。えー、ライブがあったり、クイズとかイントロドンの大会もあるそうですとで。これ、えー2013 バージョンとということで、えー、2013年に投稿されたボカロ曲オンリーのライブになっておりましてまあまあまあかなりね盛り上がっていたじ盛り上が今もねかなり盛り上がってるけどもそのね礎を築いたような、えーまあ、昔のボーカロイドで、えー、の音 オンリーイベントとなっておりまして、私も動画にしてなかった、えー、動画にしてなかったけど踊ってみたいなと思ってた楽曲とかもたくさんあったので、そちらをチョイスして、えー、やらせていただきますと。なので、えー、ぜひですね、取り置き3000円ワンドリンク込みで、えー、ありますと <laughs>、えー。取り置きもできますということで、取り置き、ね、現場に来ていただいてイベントを見たいわって方は、ぜひですね、えー、X のね、たくまの X の方のアカウントにですね、DM 送っていただければ、えー、取り置きの方をさせていただきますので、ぜひお気軽に取り置きの DM 送っていただければと思います。そして、えー、遠方の方にも朗報でございます。えー、札幌行けないわと、ね、と、ね、いう方にも朗報でございまして、えー、なんとなんとですね、えー、配信もございます。ツイキャスの方で配信がございまして、こちら1500円で見れるようになっております。えー、ぜひですね、現場行った方も、 こちら見れる期間が多分ね、一週間ぐらいあるんじゃないかなと思うので、えー、ぜひですね、<laughs> 配信の方のチケットも買っていただければと思います。配信チケットをご購入の際はですね、えー、お目当てたくまと書いていただければと思います。よろしくお願いいたします、えー。このツイッター,、えー、ツイッターじゃねえ、配信の購入ページは、たくまの X の方でポスティングさせていただいておりますので、えー、そちらからですね、確認していただいて、チケットご購入いただければと思います。 えー、チケットバッグがあるのでぜひ皆さん、えー、イベント前にご購入いただければと思います。 えそんなお知らせも挟みつつですね、えー、番組への投稿方法はアンカーのサイトたくままたはヘンタビメンバーリャマのツイッターに投稿フォームが掲載されておりますのでお気軽に投稿してください YouTube にて配信中編集したら丸丸が旅立ったチャンネルもぜひチェックチャンネル登録よろしくお願いいたしますさて、えー、来週のこの時間はリャマのソロラジオ毎回変わるトークテーマに沿ったお便りに対してリャマの少し変わった主観で意見する番組リャマの馬の耳に危険物また土曜夜19時に更新ヘンタビ通信回してお楽しみください くださいそれでは次回の配信ポッドキャストでお会いいたしましょうお相手はたくまでございました